ラファエル・シルバは、ブラジルのマットグロスソドする州、秋田ウアナ出身の柔道選手。階級は 100kg 長級。身長 203cm。体重 146kg。愛称は、ベイビー、ブラジル・ポルトガル語の発音の関係で、ラファエル・シルバとも表記される。15歳の時に柔道を始め、2010年の世界選手権では準々決勝で、 フランスのテディ・リネールと対戦し、総襟絞りで敗れるなどして5位に終わった。その後の世界団体では、ブラジルの準優勝に貢献した。2011年の世界選手権では2回戦で、敗れたが、世界団体では、決勝でリネールに敗れたもののブラジルの2年連続、準優勝に、再び貢献することとなった。二千十二年のワールドマスターズでは、決勝で上川大輝を、 指導2で破り優勝を遂げた。続くグランドスラムパリでは決勝でリネールの片手絞りで破れて2位だったもののパンナム選手権では優勝を飾った。7月のロンドンオリンピックでは銅メダルを獲得している。2013年の地元ブラジルで開催された世界選手権では決勝でリネールに合わせ技で破れて2位だった。 翌年の2014年の世界選手権では、準決勝で、リネールに、総襟絞りで敗れて3位だった。2016年に、地元で開催された、リオデジャネイロオリンピックでは、準々決勝で、リネールに、技ありで敗れ走ったものの、その後敗者復活戦を勝ち上がって、前回に続く2度目の銅メダルを獲得した。2017年の世界選手権では、準々決勝で、リネールに、 横四方型で敗れて3位だった。2019年の世界選手権は準々決勝で日本の原沢区期に反則負けするなどして5位に終わったが、世界団体では3位になった。アイフ世界ランキングは1862ポイント獲得で5位。ありがとうございます。